本日、初めてのね、試みです。第2部、原純座レディオをお送りしたいと思います。先日ね、突然小包っていうか、言い換えると大きい封筒がね届きました。しかもね、宛先は弊社アーバンライフスタジオ株式会社の、原純座レディオ係なんかまるで昔のね放送局にハガキを出していただくようなね、そんな感じの、小包が来ましてね、なんと中にお手紙と、写真フォトブックっていうんでしょうか、写真がいくつかね、入ってるあの本のような形をした、アルバムですね、が入ってましてね、その方がなおかつその日のラジオの Q のね、ブログの方にコメントをいただきました。あの叫ぶチーズさんね、叫ぶチーズというのは聞いたことありますけど、叫ぶチーズさん、あなたはどこのどちら様なんでしょう。要は、送り主ね、あなたの住所もなければ、まあ、本名お名前もなくてね、でね、せっかくねこうやってお写真をいただいてますのでね、ちょっとね簡単に解説しながらね、せっかく送っていただいたやつをね、皆さんにもね、見ていただきたいなと思います。ご結婚の際に全部捨ててしまった方もいらっしゃるようでね、意外と写真ってね全部撮ってたらものすごい数になってますよ。だけどやっぱりまあどっかで処分してるんでしょうね。別にどうぞね、ご主人とそれは恋愛をして結婚されるわけですからね、まあ、男の写真はあんまり持っていかない方がねいいですよね。まあご実家に置いていかれたという方もね見えるみたいですけどね。そんなことでね、まずこのじゃあ叫ぶチーズさん、お手紙いただいたんでこれご紹介しますね。原純様、毎週懐かしく聞いています。ラジオ音源や写真が手元にないと言ってらしたので少しですけど写真を送ります。この写真は、私が撮ったものなのでもし YouTube にアップするならば使ってください。純くんに質問したいことは、ザ・ベスト10でデビュー曲を歌い切りましたね。このねお手紙いただいて、これ最初読んだ時にね、この部分で私はたとね止まりました。そのベスト10でデビュー曲を歌い切りましたですか。私が聞くのも変なんですけど、ベスト10の中にスポットライトというコーナーがあって、ベスト10まではまだ届かないけど、ベスト10予備軍ね的な人たちをピックアップするというね、スポットライトというコーナーがあってような記憶があって、僕らはね CBC の玄関でそのスポットライトに出演はしました。それは覚えてます。でも歌ってはいないんですよ。我々の目指すチームはドラゴンズって言ってね、そのギャグが滑って幕を閉じたと。その記憶はあるので、ベスト10でデビュー曲を歌い切ったという記憶はごめんなさいチーズさん、僕にはねちょっとないんです。でね、番組に出たくてベスト10に入りたくて頑張ってるアーティストさんはいっぱいいたと思うのですが、なぜベスト10に入っていなかったのに歌えたのか今でも不思議です。そうですね、もし僕の記憶にないだけで実際歌ってたとすると不思議ですよね。でまあその続きね、今でも不思議です。サンデーフォークプロモーションの力がすごいのか、今なら話せる裏話を教えてください。RN 叫ぶチーズ、叫ぶチーズさんですね。サンデーフォークプロモーションの力は確かにすごいと思いますよ。すごいけどサンデーフォークさんはね、アクエリアスはねやらないって言ってましたから。僕ねサンデーフォークのね偉大な創業者井上、さんって方見えるんですけど、亡くなられました。もう何年になりますかね。すごい人だったですよ。非常に切れる方、本当にすごい、力の持ち主でね、力というのは行動力ですね。とにかくすごい方でした。でねその井上さんにね、僕はよく直談判に行きましたね。母さんがサンデーフォークの役員をやってたので、お宅の会社のね役員さんがまあバンドリーダーをやってるね、このアクエリアスをなぜやってくれないんですかとね、僕ら頑張ってるしレコードも出したしいい歌歌ってるでしょうっていうことをね
僕はしょっちゅうあの井上社長のところへね、直談判にね行ったもんですよ、サンデーホークの本社にね。そうするとね、いつも井上さんがおっしゃったのはね、お前じゃダメだって言うんですよ。純、お前が来ちゃダメだよって言うんですよ。ね、画家がね絵を売ろうとした時に、これ僕が描いた絵です、いいでしょうって言ったってね、それは誰も見てくれない。画商がこの画家の絵は素晴らしいですよと言ってね、音楽家やタレントにマネージャーがいるようにね、画家に画商がいるように、本人が言っちゃダメなんだと、俺すごいだろって言ったって誰も見向きもしないよと。だからお前たちのグループに命を懸けますよという第三者ね、メンバーじゃない人、マネージャーのような立場の人間を連れてこいと、そいつとだったら俺はどんだけでも話をするよと。毎回井上さんはねそれを言ってて、また次行った時もそうおっしゃるということは分かっていながらね、それでもね何度も行きましたね。あの人のね社長室にはね、トミーガンって言ってね、僕の大好きなドラマコンバットのね、サンダース軍曹が持っていたね、トミーガンっていうその、まあ、マシンガンがあるんですよ。第二次大戦にね、米軍の軍曹が持ってたやつですわ。それがあってね、実はそれを触りたくて行ってたっていう部分もあるんですけど、まあそんなことでね、サンデーフォークさんの力はすごく強かったけれども、アクエリアスにはね残念ながら興味を持っていただけなかったですね。このお手紙の2枚目にはね、アクエリアスの当時のスケジュールがね、書いてあるんですよ、ね、この、スケジュールも分かってる分は書いておきますとしてね、昭和55年4月24日、太陽サウンドオン、同年6月15日が明大祭、8月17日が、ユニーサンテラス千代田橋店、この前言いましたね、あのユニーの今はアピタ千代田橋店になってるんですけどね、あの例 の, そのサロンドパリスさんの向かいですわ。それであとは、10月に三越だとかずっと来ましてね、56年の3月岐阜日の丸会館ファンの集いっていうのをやってるみたいですね、56年3月、そして同年4月2日南町ホール、あこれはねトンキーさんのさよならコンサートらしいですね。こんなところでしょうか、ラジオのネタになるようなことを思い出しましたかと書いてありますね。56年ということは僕が26歳の時ですね。これまだアクエリアスの真ん中辺ってことでしょうかね。ちょっとね、じゃあそのアルバムを見ながらね、簡単に解説をしたいと思います。まず最初、これがですね、昭和55年4月24日今言いましたね、これが、噂の太陽サウンドオンと書いてありますね、付箋に、解説が書いてあります。太陽サウンドオンの前の、ショーウィンドウですかね、の前で、純くんが映ってますね。そして次、これがね、6月15日明大祭、名古屋大学の、まあ、学祭ってことですかね、これに出演 しました。女性が映ってますよね。これね、私だよっていう人がいたらねまた教えてくださいよ。こうやってね必ずね皆さんね、たむろっていただきましたね、ありがとうございます本当に。そして、その次トンキーさんですね、懐かしいプードル頭のトンキーさん、これもね多分明大祭じゃないかと思いますね。そして次が、本田くんが立っていますね、テントの、前で本田くんが立っています。でその向こうに純くんがなんかギター弾いてますね、うつむいて。で同じテントに何でしょう、これファンの方でしょうか、女性が何人か紛れ込んでますね。これも出入り自由だったんですねきっと。そしてそのテントの向こう、にまた女性の方ファンの方いっぱい見えますね。これも多分明大祭だと思いますよ。そして次、昭和55年8月17日ユニーサンテラス千代田橋、この時は、名古屋フォークロック、サウンドフェスティバルですか、アクエリアス、メルヘンド、山名俊春さんですね、この3つのグループがどうも出てたようで、こういうとこでやってたんですね、まあ、いわゆる営業ってやつですわこれは。そして、次が、あこれは純くんのワンショットですね。これ僕ね、後にも先にも人生で1回だけパーマをかけました。
それでねパーマをかけてね練習場に行って開口一番おばさんって言われましたね。この時のパーマはね正直後悔しました。ね、僕はパーマ向かないなと思いましたね。このワンショットのね右、左側にいるオーバーオールの、ファンの子ですか、可愛らしいね、誰だろう、私というふうにコメントくださいね。みんなこんな感じだったね、小さくてね華奢で可愛かったね。これもあのユニーですよ、これあの千代田橋店ですね。そして次いきますね、トンキーさんと本田くんですね。懐かしいね、トンキーさん本当にこうやってスティックをペタ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 ねやってましたね。そしてこれがねちょっとね、写真が暗くて残念なんですけど、ここにね付箋で説明がしてありますが、このステージはメルヘン堂さんも出ていました。広瀬隆さん、福良和也さんとかいましたね。多分ね向かって一番左が広瀬くんじゃないでしょうか、痩せてましたね。で、中野茂雄さん、中野明さん、細田純正さんとおっしゃるのかな、メルヘン堂さんですよね、うん、懐かしいね。あのどうして見えるんだろう、メルヘン堂さんはまだやって見えるのかな。そして次ですね、虹のマークのバンブートラックで来ていました。このね写真ちょっと暗くてよくわからないですけど、この中央ちょっと上ね、この女性の上ぐらいにねバンブーとこれ書いてあるんですわ。それで虹のね、絵が入っていますね。そして、初代マネージャーかな、クエスチョンマークがついてます、静香さんね、懐かしいね静香ちゃん。そうです、初代のねマネージャーですね。よく頑張っていただきましたね静香ちゃん、今どうしてんだろう。そして、次がねこれはアクエリアスのね、楽器車兼移動車ですね。説明書きにはね昭和56年8月23日、伊勢宮川なんて言うんだろう、とにかく伊勢の方の、レールロードというライブハウスがあったんですけど、レールロード主催のロックフェスティバルに、我々出させていただいてたんですね。そしてこのトラックもぐっちゃぐちゃでしょ、サインで、あサインじゃないや、サインしてどうする、皆さんのね、心のこもったね落書き、最初に字を書いたのは誰だったのかな、もう止められない点々点、まあ、止められないというよりももう書く場所がないですよね。そして本田くんが、タバコを吸いながら疲れた顔をしていますね。この扉のところ、取っ手のハンドルの下、歯を大切に、これは多分歯、歯さんって書いてあるね。あと、純君命、そしてねもう皆さんね仁義なき戦いも人の上にどんどん書いちゃうもんだから、もう何が何だかちょっとよくわからない状態ですね。そして次です、多分同じ場所でしょうね、この楽器車の後ろのデッキに座ってますね、可愛らしい顔した純くんとね、そして右側安藤くんですね、アン君。こうやって見るとねアン君はジョー山中に似てますね。わかりますかね、ジョー山中さんってね、僕のあの帽子どこ行ったんでしょうって言ってた人ですね。懐かしいですね。これはだからアン君にチェンジした時代なんですね。そして、次、これはアン君のワンショットですね。昭和56年9月27日、岐阜中節橋、縫製組合の運動会、ね、このね縫製業に携わって見える方も随分ね、ファンの方見えてねお越しいただきましたよ、ね、みんな小さいのに頑張って働いててね偉いなと思いました。縫製組合の運動会、これ覚えてます、ね、これだからアン君時代なんですね。僕がね、フレームの、一番左、そしてアン君の後ろは多分ハーさんですねこれは。そして、次の写真、これも同じく、運動会で、暑くて疲れてますね、でも競技に参加しなきゃと書いてあります。もうぐだーっとしてますね僕ねなんかグリーンのネッカチーフみたいなのをしてね、ぐだっと頑張ってます。これなんで僕ら運動会に参加してたんだろう。
そして次です、ね、これも同じく運動会で、はい、障害物競走で飴を探した後です、本田くん真っ白です、本田くんも真っ白で母さんも鼻の頭が白くなってますね、そしてひろみさんと加藤純子さんと2人で頑張っていました、2代目マネージャーですかと、書いてありますね。そうですね、まあ、あの2代目というかアクエリアスの、最後見取ったマネージャーですね。このだから写真のこの左のね、右手をなんかこう指さしてるような感じのこの人がねひろみさんだと思いますよ。ひろみさんもね女の子みたいに映ってますねこれ見ると。そして純くんまた疲れてますね。なんかやっぱりね純くんはあのストレートヘアですね。あのパーマはやっぱりね良くなかったと思います。そして、次ですね。これはね、等身長日付はわからないと書いてありますね。これ僕はっきり覚えてます。等身長のねお祭りで、どこだかのね、駐車場にステージを組んで、演奏しました。等身長祭りみたいなやつでね、なんかじゅんくん口とんがらかしてね、なんか赤ん坊みたいな顔してますね。何がっていう感じでなんか言ってますね。そしてね、このアルバムの最後に、思い出話がありますのでね、ちょっとチーズさんのね思い出話聞いてくださいね。思い出話その1、千種駅のビッグオレンジにはアクエリアスの伝言板がありました。ビッグオレンジというのはねサンデーフォークが経営していたレコードショップですね。ここの店長だったね近藤直也さんという方には本当にお世話になりました。でこのビッグオレンジにあったアクエリアスの伝言板に学校帰りに書いていると直也さんが話しかけてきてレコードの予約をしてしまう。でもサイン会で買っちゃうんだよね。レコードの予約をついしてしまうんだけれども、そしてまたサイン会でも買っちゃうんだよねというね、二重に買わされたというね、文句ですかね。そして、思い出話その2、スタッフの宮島和弘さんがバイトに行くときは御土屋に行く、御土屋カタカナでね御土屋に行くと言っていました。ミスタードーナツのインゴらしい、ロゴマークの T シャツができる前は白い T シャツで緑の水亀座のマークが胸元についているものを着ていました。それはあなたがということですね多分。でも生地が薄くて下着が透けちゃうんだよね。そうですね、これ下着が透けちゃうっていうのは、フロントホックブラのことでしょうか。だから多分あなたですよね。宮島君の話はだからミスド、ミドヤで終わってるっていうことですね。そんなものは僕は見てませんよ、ね。そして思い出話その3、金山のプールサイドで2階ステージがあった時、ステージとステージの合間にメンバーも水着姿でプールに入るんじゃなかろうかとドキドキしていたんですよ。はっきり覚えてますね。金山のプールサイドねやりましたね、はっきり覚えてます。こう泳いだかどうか覚えてないんですけど、で、舞台の手伝いがあるとかいうことで急いでどこかへ行ってしまいました。残念。あ、つまり泳いでないってことですね。水着で出てくるかなと思ってドキドキしてたけど、なんかのお手伝いがあるって言って行っちゃったということですか。別に男の水着はそんなにドキドキしないでしょ。むしろ僕らが女性の水着を見る方がドキドキしますけどね。同じことか。そして思い出話その4、バンブースタッフさんの名刺が縦型で名前にかかって大きく赤いロゴマークが入っていてとても可愛くて印象に残っています。小和田誠さんだったでしょうか。あなた本当によく覚えてるのと、本当に古くからのね、もう本当初期の頃からの、応援だったんですね。小和田誠さんね、どうして見えますかね。ということでね、叫ぶチーズさんのね、この贈り物、これをねご紹介しました。ではここでね一曲聴いていただきたいと思います。今日はね、名古屋ね、雨が降ってますね。なので、雨に打たれて。
先週ね、アクエリアスのことについて何か質問をくださいよと、この時はどうだったのとか、こういう秘話はありますかとかね、そんなことをね聞いてくださいよというふうにね私申し上げたんですけどね、聞きたいこと何もないみたいでね、それに関するお便りは何もありませんでしたね。別に特に聞きたいことないんですね。それでね、ならばということでね、そのアクエリアスに限らず物事というのは始まるときと終わるとき、これがね一番肝心であるし、やっぱりそこに何らかのね葛藤があって終わっていくわけですよ多分ね。アクエリアスの場合はね、どうなんだろう、平穏に終わったわけでもなく、葛藤して終わったわけでもなく、疲弊して終わりましたね。なのでね、今日はね僕の方からね、アクエリアスが終焉に向かうとき、ね、ちょっと陰りが見え始めて、そして終わりに向かっていくとき僕らはどうだったんだろうっていう部分をね、まあこれもちろん全てではないですし、ちょっとふっとねよぎったことをねお話ししたいと思います。一つね、曲がり角ね、僕らの勢いエネルギーがねちょっとずつ衰退し始めた、曲がり角があったんですよ。でそれはねやっぱり皆さんすごく応援してくれたんだけれども、やっぱりステージから見てるとね、客席のそのお客さんの数が若干ずつ減ってくるような印象は確かにあったんですよね。なので僕らはねちょっとやりすぎてると、ね、同じお客さんの前であまりにも回数を多く演奏してるから、もうちょっとねちゃんと曲作りをして新しいものを持ってね、じっくりしたコンサートをやりましょうというような話もしたんだけれども、トンキーさんが脱退するっていう話があって、そして我々は、つまりね、まあ、これはちょっと失礼に聞こえるかもしれないけれども、お子さんの、喜んでくれるバンドで居続けていいんだろうかと、つまり当初アクエリアスって言ってくれた人は僕らと同じように年を取ってきて、中学生は高校生、高校生は大学生、もしくは社会人になっていくわけでね、僕らのやってる音楽もそのまあ彼女たちに合わせてもっと大人っぽいもの、もう少しその何て言うんだろう、年齢層を広く上に広げるような形の音楽を作っていかなきゃいけないんじゃないかっていうね、今やってることに対する否定論みたいなものとか、ちょっとねそのブレーキをかけるような要素がちょこちょこ出だした時期がありましてね、でそれをちょっと打破しようというか、そういうなんとなくちょっと嫌な霧のようなものをね吹き払おうとして、それでやりだしたのが関西のツアーですね。まあ東京はね遠いからということでやめました。で、それでいつか言った藤井寺も含めてね、京都、奈良の藤井寺、それからあと枚方っていうところも行きましたね。枚方、あと大阪、神戸、本当にいろんなところにね行きました。まあ最終的には神戸のチキンジョージっていうお店 と、大阪のコットン100っていうお店と、京都もね結構行ってましたね、老舗のライブハウスね。それでもやっぱりね行くと当然経費もかかるし時間も使う割にはね、まあお客さんもそれほどは、入ってくれなくてね、大阪ってね難しいとこですね。まあ僕らがねそういうお客さんのいるお店に行ってしまったということもあると思うんですけど、原さんなんかはねミッドナイト東海で鶴瓶さんなんかとね一緒にやってたからね、鶴瓶さんとお友達みたいで、まあ、大阪のライブ行くとね僕はね鶴瓶さんと友達なんですよ、鶴瓶さん皆さん知ってますよね鶴瓶さんって、まあそういうね懐にちょっとこう入り込む的なおしゃべりからね、気持ちをほぐしてっていうつもりだったんですよね、やってましたけどね、結構向こうの人はね、まあ、意固地というかね、鶴瓶なんてやつは大阪にはおらんって言うんですよ、おるのは鶴瓶やって言うんですよね。だからもうつまりお前たちは偽物だろう的なね、そのまあちょっと言い方はひどいけどね、まあ、そんな目で見てるようにも見えましたね。
だからもちろんいい人いっぱいいましたよ、お店の方とかお客さんでもね、いい人いっぱいいましたけども、そうでない方もいろいろいてね、まあ、結構僕らはね疲弊しましたね、僕もかなり疲れましたね、まあ、そんなようなこともあってね、ちょっとこれを続けていくのはどうなんだろうというね、すごくそんな気がしましたね。時代遅れの機関車にねオイルを刺して石炭くべて、もう煙もうもうと出してギクシャク走っていくよりも、もう新幹線があるじゃないかっていうね、まあ、それはどういう意味か言ってる僕も今はっきり分かりませんけど、なんかね本当に、時代遅れのね効率の悪い機械を一生懸命動かしてるような、そんなイメージがね僕はちょっとありましたね。まあということでね、この後、まあ、アクエリアスは解散に向かっていくわけなんですけどね、尻すぼみのねアクエリアス、話でしたけれどもね、次回にね、バトンを渡したいと思いますね。それでは、今日はこの辺でね失礼したいと思います。さすがにちょっとね口が疲れました。それではまた来週、さよなら。今はそれで